落ち込みすぎてあれやん、ホールの動きしろみたいになってるやん。僕落ち込んだら髪色変わっちゃう。髪色変えたりじゃなかった。もうお小遣いもらわれへんかった。そうなんや、当たり前よ。いや頑張ってるやん。5枚入ってます。5枚入ってます。これで買い物してきや。こんなんやった。5枚入ってるから。5枚ある。買い物してきや。ガチでガチでいい。ガチで買い物してきいいよ。いいもう一番。いや頑張ったからけど頑張って。5万円自由に買い物してき。嬉しい。じゃあ来月も遅刻は落ち込んでるから。お兄ちゃん遅刻あげるから。金髪から黒にしたらこれが来ると。次です。行こう。よくからん売人以外はいける。あ、うん、やめて。すねたら意味ないやなあ。なんですねてるん。すず、みんなもうさ、みんなっていうかその遅い。違う、お前が寝るとか。ちょっと寝てない。いやちょっと休憩するで。上ってあかんって。もうすぐお母さん何時何時って言わなあかんやん。じゃあおかんがそのあの車のやつ。じゃあだからもう俺ずっといつでも行きますよっていう姿勢見せた。おかんちょっと寝てたで。5分10分すねんなよ。寝てない。わ、俺買い物できんのお前買い物してめっちゃいいやんってなるやん。俺自分の誕生日プレゼントお母さんにアップルウォッチ買ったで。嘘やん。動画でやんの知らん。あ、お母さんの誕生日プレゼント。違う、俺の誕生日に。嘘やん。ちゃんとタイトル見た。タイトル見た。隣おったわ。クゴタイトル見た。ウソタスイッチ。サイズ。え、だからファッションサンドレスじゃないん。え、ほんまや。油そばを俺が育てたみたいな顔してんとってや。俺がさ、俺が好きなんすよ。似てる。スーさんの、始めました。ウィンドウショッピング始めました。これ買わないパターンあります。全然。これ始めました。もう1時間切ったらもう、あれだね。証明するからね。始まったな。何？やったね。始まった。やるよね、じゃあ。何？これやるよね、じゃあ。え？お前女の子だって一応嫌われるよ。お前そう言ってていい。女の子助けたるよ。タッチじゃないって。さすがにタッチやばいよ。でかすぎ。ビームルさ、お父さん下にトイダースがありますよ。こっちの人はトイダース行ってみよう。しょ、来ましたね。レゴね、結構しますかね。1万円ぐらいするよね。1万円ぐらいする。意外と白とかだったら結構するんじゃん。白は確か5万円。5万円ぐらいするよな。シンデレラジオ5万円。ちょっと1万円。ちょどうぞ。俺もレゴしたいな。すごいそうだ。これ欲しかったの。これこれいや結構けどするんちゃう。1円ぐらいするで。そっちの7000やったらあっちは右8000やろ。え、これ直魚のあれじゃないから。寿司屋の直じゃないから。じゃあこれで。じいちゃんお前は買わんだよ。サンドマンの。あんちゃんダメよ。あんちゃんはダメ今日。え、まあまあ考えてかい。スーさんがほんまに欲しいのかい。いや、ここで買う。ほんまに買わなくていいよ、別に。そんな、金銭って。あ、そうなんや。うん。いけど、レゴは一回欲しいな。あ、ね、ちょっとね、欲しいね。ちょ、お前、ガチで悩む。お父さんや。え？これ、自分のために考えてんねんけど。いや、これ飾りたいねんな。確かに、ちょっと飾りたいね。わかる。で、あの、踏んでお母さんがぶち切れるとこまでは見えてる。次欲しいものないですか。レゴ入るか。レゴ入るな。ランクインした。スーさん今回の目的はですね、サングラスやもんね。
なんか欲しい、つけてみたい、うん、サングラスつけてみたいって言ったもんね。一回行ってみよう、サングラスポールスミス一緒にいます。一回目サングラス見てみよう、サングラス見てみよう。さあ、ポールにやってまいりました。ポール大好き、人生で初めてかも。いいよ、じゃあ一回行く。今の髪型似合いそう。似合いそう。あ、え、今見てみ、今見てみ。一個ね、決まりましたね、候補としてね。確かに、ちょっと昨日から見たかった。そんな、Z タイミング。レアな日で、レアな日なんだ。めちゃくちゃいい。いいな。ありがとうございます。お揃いのブレスレット。お揃いのブレスレットはえぐいね。絵にしたいなと思って。激アツ展開。サングラスもありやねんけど。お揃いのブレスレット。あーね、何かこうつけとったらさ、思い出すやん。あーだっぱ、お兄ちゃん死んでる。いや、思い出すの言い方が死んでる時の言い方やから。ちょっと待って、サングラスもちょっと欲しいんですけども。欲しいね、サングラス、ね、レゴも欲しいんですけど。欲しいね。もうちょっと、もう1店舗ぐらい行きます。いや、行きたいの。もうちゃんと考えて選びや。な。APC って何？ APC は、めっちゃいいお肉屋さん。これね、スーさん。コウさん、分かったことあります。スーさんが来るの遅くて、なんやったじゃないですか。うん。これ、その時間に行っても多分決まってない可能性あります、これ。2つパターンがあるのが、うん、お揃いのブレスレットを買うか、うん、みんなで遊べるレゴを買うか、うん、あー、いい、やったし、ええ子やな、ええやつやな。今お揃いのブレスレットが、ええやつやな。マジで自分好きなの買いよ。そうなの、後で。じゃあブレスレットもまた選べるから、なんか違う展開できる。どこにするか、みんなできますね。え、結婚みんなでしょ。お揃いやん。どう、ちょっとできますけど、このままで一つなんかもうめっちゃ疲れる。終了です。一旦ここで、すやん、一旦ここで終了。勝っただけや、もうマジで。え、夜ご飯行きます？うわ、マジか。いや、もうそんな時間だよ、そんな時間だ。やめて。あと4万5千円ぐらい。ワンちゃんに任せた。いや、それとまた3人で来ましょう。だってやねん。マジ？どうする、する？行ってもいいよ、行ってもいいよ。映画館。いや、鬼も行くよ。俺、鬼来るやな。いや、ちょっと。生配信あるから全然いけない。生配信あるからやめろよ。やめてや、ってこと言うの。お前なめんなよ、なめんなよ。俺まだやることあるけどさ、お前らみたいなさ、キバジと違って俺らさっきからなかんから。全然1ミリも言い上がってない。失礼した。バイバイ。はい、ということで始めました。ちょっと待って、めっちゃトイレ行きたいし。2日です。1時間？で、1時間。1時間で、さっきトイレから、トイレ行くして、めっちゃトイレ行く。なんだ？僕行きたいところは決まってるね。だいたい決めました。ユニクロ行きたい。いや、もうええって、もうちょっと絶対。アニメイト行きたい。アニメイト？お揃いのリング、どこ行ったん？オリーがお揃いのリングええって言われた。いや、それいいって言い方はしないよ、別に。いや、ええわ。いや、それ自分がほんまに欲しいのにしなさいって、どうせ買うんやから。じゃあええわ。じゃあええわ言うな、お前。もうちょいあるやろ。えやん、かわいい。2万円。お、めちゃくちゃいい靴。規格外や。これが規格外か。確かにな。ちょっと一旦ここ行く。またレゴに来ました。だけレゴ好きなの。おっきい。オッケー、1万円。おー、これにしよう。おー、これ
去年みんなに作りたな。おーいい、半分やぞ半分。豪遊やな豪遊。ちっちゃいやつ買った方が良かった。いや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 、これ買って靴買ったらええやん。これ買って靴買わない1枚で。はよ完結させよ。いや違う違う違う、おもろいやん。自分が欲しかったな。いやな、いやあの靴良かった、マジマジかっこよかった。あの靴僕はほんまに欲しいです。弟に買って帰らなあかんからさ。お前嘘つくなよ。弟これやったら嘘つくなよ。すぐすぐ嘘ついてるやん。ちょっとワクワクしてるやん。俺もちょっとレゴ欲しい。作ろう。もう作ろう作ろう。レゴ作りたいなと思って。プレゼントや、自分のプレゼント。嘘つくな。めちゃくちゃ嘘つくなよ。ウソタスイッチ。2万円分、何が欲しいかによるかな。いやなんか靴とか一気がするけどな。なぜか服爆買いか。服爆買いやな。ああザラ行ってアニメイト行って。ああ結構ギリギリやな。ギリギリ、なかなか厳しい戦いになりそう。 TK あ TK ね。服じゃなくてこれめっちゃいいなって。かっこいい。めっちゃいい。かっこいいやん。やばいな。この皿欲しい。やばい。あ、そうですね。そこから向いてもらう。お願い。ちゃんとお願い。ちゃんとお願いしちゃう。なるほど。いや。かわいい。超絶かわいいよ。応援しようぜ。一番かっこいいから。応援しようぜ。いい？かっこいいやん。これかっこいいやん。これ？応援しようぜ。これにしようぜ。いいけどな、あれがいいねんな。どれ？どれ？こういうのがいい気がする。あ、そういうのがいい。どれくらいの何もあんの。こっち来てくれ。何もあんの。何もあんの。やめて。何もあんの。いける。いや、けどお前靴が欲しいやろ。買うわ。靴買い。靴いいよ。靴ちゃうね。これどうしかない。ストポイントを付けできるんですけど、付けときます。はい、あそこの手紙とかなんかなっちゃう。これどうやろ。めちゃくちゃ言ってたんだ。めっちゃ可愛いって言ったんだ。優勝したから買おうと思ったんですけど、弟が買いました。男前でした。弟はかっこいいって言ったもん。ちょっとどこ行っちゃった。見てきたな、これどう。普通に買ったのかな。こう感じ。男前でした。こすそう。男前でした。あと6分しかない。アニメ追加。いやもう絶対あと6分しかない。あと6分しかない。ズボンでいいやん。ズボンで履いてる。ズボンでいいやん。ちゃうな。そうだな、ボインじゃない。ボインじゃない。ちょっとだけダボってした方がいいから。 L か、まあ、一回 L 着てみないか。一緒着てる時間ないねん。履いてみな分かれへんやん。履いてみな分かれへんやん。ちょっと若干形しよう。若干形しよう。これや。あ、これか。買いました。いいやん。買いました。おしゃれ。買いました。あ、1万円がこれなんでこうやんねん。お前マジで買ってきたね。じゃあまずこれユニクロ。あ、いいね。コーヒーズボン違いますか。あんちゃんがこれ履いてていいなと思って。 GU バージョンこれのちょっとええやつ。夏も使えるから。ええやつ。ええやつ。ちょっと待って、短ない。はい。で、欲しかったやつ。ずっとマイク欲しかった。あ、伊達眼鏡。2000円とか高くて買われへんかって。GU のやつのちょっとサイズ合えへんねん。ユニクロのやつちょっと大きいね。あ、大きいね。大きいやろ。
大きい高い4000円で超えてる高っいい次レゴうわレゴレゴこれで2万円ぐらいこれちょっとねあの恥ずかしかったからね、うん、弟に誕生日プレゼント買えば架空の弟でレゴマジ熱いってで、ま、前のサングラスが6000円やから、うん、これで多分3万ちょっとぐらい後半戦これで急に後半戦だったこれがちょっと一番うわ高かったえぐっ分かった当てていい勝ち目に当てていい何お財布ちゃうおーいい線つくねそれやんえお財布これ巾着袋です最近春のやつやだよもしかしてもしかしてこれで2万円ブレスレットこれで2万円かっこいいこれでおうおうでええええこれは僕がずっとおそろにしたかったあっ おそろいの今日から俺たちは兄弟だ兄弟だでもこれちょっとこれでみんなおそろにしたかったなってので、これをちゃんと半分使ったけど TK 行ってなんかけどいろんなところいいやつやなって思ったよなんか前のお兄ちゃんがえこれ買うみたいなやつでこいつだぞと思って俺絶対買ったろうと思って芝居だろうと思ってなんかこれめっちゃ可愛いかっこいいってじゃあこれにしよう可愛、うん、いちゃうね、質とかじゃないね愛やで、ね、これ愛なんや、はい、こういうのしたかった今そ、ね、最大限に変えるそうだなおそろがここやから、ね、どんどんもうバージョンアップしていくやろなってそうみんなに期待していきたいそういうことやな本当はなルイボスティーやったそうお茶お茶です、初めに行ったさサングラス勧められたとこあったやんポールスミスポールスミスポールスミスでこういうやつあってんでそれが1万7000円ぐらいやってん1個、うんでこれ3つにしても高いなって4万5000円やからちょっとこれもみんなでやりたかったから今日は弟がブレスレットを買ってくれたすごく素敵な日でしたいいでしょうわすごい絶対なくさんといてねあと外さんといてねきついなこれ盗聴器とかついてないついてる位置情報ついてるなんもないですいやないですなんかあってください本当にないんです